おはようございます。マーティン、ダーミヤ君は金徳です。奈良県奈良市、まだあるんです。法隆寺おすすめです。かくえば、金がなるなり法隆寺。やっぱり50の塔、一番ですね、半額の50塔もいいけど、法隆寺、いいですね。他にも、近藤夢殿の注文大行動など、いろいろありますね、会場。確かにね、法隆寺店ある、ふふな、お寿司屋さんもいいですね。あとは、法輪寺や、吉殿寺、イルガ、イカルガ文在、文化財センターとかあります。大木寺もございます。はい。この大山寺もおすすめですね、生駒の灰。というわけで、法隆寺の後は、あとは飛鳥。飛鳥時代、本当に飛鳥美人になれるかもしれませんね。飛鳥時代、本当に勉強してほしいです。飛鳥寺。あとはいろんな古墳の場所。あとは、まあ、飛鳥村。いろいろありますよね、はい。飛鳥村、いろんな古墳もありますし、あの、高取エリアの土佐村町並みや高円寺、あと藤原の後、旧跡、久米寺、いろいろありますからね、奈良県。今井町並み交流館とか町屋とかありますね、はい。というわけで以上です。バイバイ。